新潟県に大雨警報が発表されました。発表された地域を確認していきます。新潟県内村上市に大雨警報が発表されました。現在の雨の状況、皆さんからいただいているお天気のご報告で確認していきます。雨雲レーダーを重ねた状態でご覧いただきますと、現在も新潟市を含む、下越のあたりでも雨雲が活発な状況で広がりやすくなってきました。黄色や赤色の活発な雨雲の下では雨の降り方が強まっています。ゴーという激しい雨のご報告もいただいているような状況です。この先の降水の予想を見ていきましょう。この後も雨雲は北東方向へと進む予想となり、下越のあたりでは雨の降りやすい状況が続いていきます。大雨による土砂災害の発生にも警戒が必要となりそうです。新潟県に大雨警報が発表されました。この後も詳しいお天気の情報はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。